平成24年12月1日から3日まで、阿蘇市内の巻で7.12豪雨水害の被害を受けた内牧温泉の復興を支援しようと、工芸展が開かれました。豪雨災害支援の工芸展は、地元で窯元を開いている陶芸家が内牧温泉を元気づけようと開いたものです。会場となった地区およそ150年の板屋ギャラリーには、 阿蘇や大津などで窯元を開いている陶芸家の作品およそ1 0 0点が展示即売されました工芸店の趣旨に賛同した宮城県気仙沼市の高前田建竜窯やアメリカ在住の陶芸家の作品も展示されました会場には大勢の陶芸愛好者が訪れてお気に入りの陶器を買い求めていましたまた初日には ビエントのコンサートも行われ、工芸展に訪れたおよそ50人の観客が、演奏に耳を傾けていました。